こんにちは。アビディアの森所属のレンジャー長、ティナリだ。ウリンの生態系や入林者の安全を守るのが仕事さ。初めての人は、アビディアの森サバイバルガイドを読んで、特に食用キノコと毒キノコの見分け方っていう部分に目を通しておくのをおすすめするよ。乾いた髪の間に葉っぱを挟んで押すと、 使いやすくて素敵なしおりが出来上がるんだよ。失敗を恐れないで。失敗を重ねることも学びの大事なプロセスだから。知識の価値っていうのは単純にお金で測れるものじゃない。僕はこの天気に慣れてるけど、君は傘を差した方がいい。僕の尻尾には 撥水性のあるエッセンシャルオイルを塗ってあるから振ればすぐ乾くんだうわあなんて激しい雷だううう、頭が痛いこんな天気、めったに見ないよ寒くない寒かったら、僕の尻尾の毛に手を入れてもいいよみ、耳が うーん、暑いよ。こんな強い日の光を浴びたら、無氷花だって溶けちゃうよな。ああ、でもよく考えたらそれはないか。ふふ。うーん。ほら、溶線から滴り落ちる朝露の音が聞こえるよ。昼休みは木の上に座って、木漏れ日を見つめながらぼーっとするのが好きなんだ。 うっかり眠っちゃう時もあるけど <laughs> こんばんはちょうど夜行植物の観察に行くんだけど一緒にどう見張りは僕がするから君は寝てていいよついでにパトロール日誌を書かなくちゃ学生時代は正論派で専攻は植物学だった。 卒業後は教師として残ることを先生には期待されてたんだけど、正直、もっと自由な環境で研究したかったんだよね。それに、教霊員のやり方には賛同できない部分がある。幸い、先生も教養はしてこなかった。まあ、されても無駄だったけど。僕の一族は人付き合いが嫌いだって思われてるけど、 それもしょうがないことさ。もともと数が少ないし、そのほとんどが学者で、研究のために奔走してるから、あまり姿を見かけない。僕の父も昆虫学者で、最近は砂漠で甲虫の進化の歴史を研究してるみたいなんだけど、僕は遠慮したいかな。恥ずかしながら太陽が苦手でね。長時間太陽の下にいると、 頭がグワングワンになってフラフラしちゃうんだ。お互いを知るには一緒にいる時間を増やすのが一番。それ以外は現実的じゃないと思う。だから急いで自己紹介しなくたっていいよ。時間がすべてを解決してくれるからね。僕たちは友達かだってそんなことにまで承認が必要なの じゃあ早く友達証明書を見せてよサインしないとだろ小さい頃こう祈ったことがあるんだ「もし神の目が手に入るなら草元素でありますように」ってねまああの時は研究のためとかじゃなくて鶴を作って 高いところになってる木の実を食べたかっただけなんだけどさ。うーん、名前は聞いたことあるけど、実際にその生き物を見たことは一度もないかな。時々森の奥でざわざわ音がするんだけど、近づくと消えちゃうんだ。少なくとも彼らは自分の身を守る術を心得ている。パンサーに近づいたりしちゃう。 おバカな冒険家よりはマシさかかたのことは心配しないで彼は僕の研究活動の助手だから手出しする気ならまず僕を通してくれって知り合いのマハマトラに言ってあるあれまだ彼のことが気になるのじゃあいっそのことソロン派の授業を取ってみなよそうしたら 僕がいなくなったとしても君が代わりに面倒を見てあげられるだろ知ってる植物は擬態ができるんだよ昆虫や鳥に擬態して天敵を威嚇するんだ餌で他の生物を引きつけ代わりに花粉を任せるものや香りや蜜で獲物を引き寄せる純粋な捕食者もいるまあここまで来ると。 植物だけの特技でもない感じがしてきたね。ここに連れてこられたばかりの時、あの子は文字すら読めなかったんだけど、何も問題はなかった。真面目に勉強して、ぐんぐん上達していったんだ。ただ、医術を身につけるにはまだまだかな。それにあの子は時々、 自分自身にプレッシャーをかけてしまうところがあるんだよね君もあの子をサポートしてあげてくれないこの通り師匠からのお願いだセノに会いたいの先に忠告しておくけどあいつに目をつけられると厄介なことになるよ大マハマトラのようなお偉いさんにはなかなか会えない でも、あいつはたまにガンダルバー村まで古れの様子をこっそり見に来てるんだ。セノはバレたくなかったんだろうけど、声でわかる。アルハイゼンには気をつけて。悪党ってわけじゃないけど、いつも極端に理性的でさ。普通の感覚では受け入れられないところが多い。信じられないなら、 彼のルームメイトを見てみてよいつも風スライムみたいにプンプンしてるからカーベはスメールの有名な建築家であのよく目立つアルカサルザライ・パレスが彼の代表作なんだ設計施工当初におすすめの観葉植物について相談されたことがあるでもパレスが完成した後 彼はなぜか借金まみれになっちゃってね今は後輩のアルハイゼンに助けられて彼の家に居候してるよ幸運って言うべきか不運って言うべきか名高いサング・マハベイ様っていうのは実はドリーなんだかつて研究のためにレアな資料が必要だった時 謎の仕入れ先を持つドリーだけがそれを手に入れることができてね。それを機に知り合えた。その、彼女から何を買ったか、何の研究をしてたかは聞かないで。セノからその先輩のことは聞いたよ。類い稀なる天才で、才能溢れる白色な人だったのに、残念ながら早々にモンドへ帰っちゃったらしいね。 もしかして彼女は在学中に知識の恐ろしい一面を目にしてしまったのかな学生時代植物の歴史は草の国の歴史である手説を聞いた言った本人はそんなつもりなかったのかもしれないけど僕はそこに何かが隠されていると感じたんだいつか 暗なリデビ様に会うことができたら解釈してくれるかなウリンでの生活はどう目や耳を澄まして安全に注意し何かあればレンジャーを呼ぶことを忘れないで、はあ、何もわからないまま適当に触れたり食べたりしている連中がたまにうらやましくなるよ彼らの世界では至る所でこ 奇跡が起きるんだろうね。アビディアの森をよりよく管理するために、レンジャーたちにはトレーニングを提供しているんだ。まあ、とどのつまり、知識の普及ってこと。強霊院に邪魔なんかさせないよ。僕を監禁したら、リマリスタンは大変なことになってしまう。毎日どれだけ変な患者が増えるか見物だね。 こっそり教えるよ。実は僕、グランドバザールの雰囲気が大好きなんだ。商売は繁盛し、生活は活気に満ち、シアターでは歌や舞が披露されてる。でも残念ながら、騒がしい音は僕の耳に優しくなさすぎる。え後ろから耳を塞いでくれるってふふ。<laughs> 歩きにくくなっちゃうよでもその行為は受け取っておくね子供の頃は幻想的で素敵な夢をたくさん見たけど大人になったある日それは永遠に記憶の彼方へと消えてしまった君はまだ夢を見るそれはどんな夢 教えて欲しいなアビディアの森には葉っぱや花がよく落ちてる中には形の綺麗なものもあってねそのまま放っておくにはもったいないからついつい拾って標本にしちゃうんだレンジャー養成のための教材としても使えるし美しい装飾品にもなって一石二鳥なんだよ悩み そうだねアビディアの森の汚染トラブルに巻き込まれる冒険者たちそれから僕の尻尾に飛びかかろうとする救助犬とかいろいろありはするけどこういう悩みには必ず解決策があるだから大きな悩みは特にないかなそう考えるとレンジャー庁の生活って案外楽なのかも。 おかしな話だけど、僕、肉食動物の血が流れてるのに、一番の好物はキノコなんだ。食用キノコは種類も豊富だし、生でも乾燥でも特有の方向を漂わせるだろう。それに、肉と一緒に煮込むと、肉の旨味にだって勝っちゃうんだよ。嗅覚が鋭すぎるせいか。 香料を多用した料理は楽しめないんだよね。せっかくスメールにいるのに残念。質の良い素材と絶妙な味付け。とっても美味しいよ。素晴らしい組み合わせだね。レシピを教えてくれない次回のレンジャー懇親会のメニューに加えたいんだ。何か新しい料理。 教えてあげようか誕生日おめでとう今日ちょうど満開になった鉢植えをプレゼントするよ付属の栽培ガイドでも解決できないことがあったらいつでも連絡してこの鉢植えにはレンジャー庁による永久保証がついてるんだ君の誕生日って満開になる花が多いから選ぶのに苦労したよ 来年はまた新しい品種をプレゼントするね。種は目指し、土を破って根を下ろす。小さな苗は背伸びして、枝を広げて葉を伸ばす。蕾は枝に、花咲き満ちる。果実は熟す。末頼もしく。